天の神ご自身が私を成功させてくださるって今年は与えられている言葉ですけども、先日行ってきたある国に行って奉仕しましたが、前回行った時に非常に祝福された場所で同じ場所で同じようにやったんですけども、今回は非常に厳しかったんですが、その中で学んだことがあって、天の神ご自身が成功させてくださるんですね。主権は、天の神ご自身、神にあるということです。でこれはすごく大事なことです。これからいよいよもう6月最後で7、8、9、10とあと4ヶ月が、この今年度の終わりなんですが、まさに約束の成就の時がこれから来始めて、神の言葉が成就していきますけれども、その時に、私ではなくて天の神ご自身が成功させたので、私たち一人一人をその天の神ご自身に期待するということはね、そのことをしっかり、ね、覚えておいてほしいと思います。はい、それじゃあ